もう3日だぞ。いつになったら戻れるんだよ。まったく無駄に喋るな、シン。疲れるだけだ。だけどよ、あと3日も歩けば村に着く。いい鍛錬だと思うぜ。普通なら馬車で運ぶ荷物と道のりだろ。俺たち下僕はうまいかかよ。だからさ、だから鍛錬して下僕から抜け出すのさ。わーってる。わかってっけどよ。ん？なんだこの音。地響きか。違う、あっちの方からだ。だな。目の前で繰り広げられているのは、二人の少年が初めて目にする本物の戦だった。とはいえそれは、隣国との国境付近で起きた小競り合いに過ぎなかった。だが、二人の少年はそこに、自分たちの生きる未来をはっきりと見た。俺たちの生きる場所は、ここだと。ひょう！これが本物の戦か！ああ、俺たちはあの中で英雄になろうぜ。うわー！